いいですね、美味しそうです。今回ですね、皆さんにご報告がございます。こちら、リュウジ式至高レシピ2発売となりました。去年、日本一売れたレシピ本の第2弾です。第1弾も、すごく、好評だったので、第2弾粒揃いのレシピでございます。第1弾より家庭的なレシピがね、多いんですね。でも至高なんです、これね。一冊置いたとめちゃくちゃ役に立ちますよ、これ。その中のレシピを今回、紹介させていただきたいんですけども、今回スープレシピ、至高の3ラタン、バカうまいっす。かなり、試行錯誤 して作ったレシピなんで、本当はレシピ本を買わないと見れないんですけど、でも YouTube を見てくださる皆さんには後悔しちゃうということで、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まずは、豚バラです。60〜70g ぐらいの、豚バラですね。コマでもいいんですけど、コマだと少しね固めに仕上がります。はい、木綿豆腐 75g、 人参が 40g、 たけのこが 60g。 この2つはね、食感です、食感です。きくらげもうね、お湯で戻してあります、これ。ということで、今回はこちらの食材で最高のシーン、サンラータンスープ作っていきたいと思います。至高のサンラータンを作るね、何が重要か、やっぱり至高のレシピなんで、自らを至高にしていくのは大事だと思います。自らの運命を決める、これぐらいやっていきたいと思います。いっぱいまで入ったら大吉、一つも入らなかったら大凶でございます。いきます。いやー、大凶です。大凶だから、もう飲んでテンション上げるしかないね。そしてこの動画を見ていただいている方は皆さん大吉です。なぜかと言ったら、これから美味しいサンラータンの作り方わかるんで。いやー、これでもうハンバーグ、私を至高にしていきます。ということで、乾杯。ということでやっていきます。はい、じゃあやっていきたいな。まずね、材料を切っていく。すべて基本的に千切りです。まあ、こうやって、薄くスライスしていただいてからの、こういう千切りですね。たけのこはね、食感があるんで、まあ、サンラータンには、まあ、個人的に必須かな。はい、こんな感じですね。そして、豆腐も千切り。こうやってトントン。豆腐は木綿にしてます。あ、木綿の方がね切りやすいんで。はい、ちょっと崩れちゃったけど、まあ気にせず、どうせ煮る時に少し崩れるんで、あらかた千切りになってればいい。料理ってそんなに難しいもんじゃないので。で、人参です。人参はこんな感じでスライスにしていきます。基本ね、スライスにしていくんですよ。スライスにしてから、細切りにしていくような感じ。で、こんな感じでね。はい、そして戻したきくらげね。きくらげはね、俺サンラータンは必須だと思います。がいいんだよね、キクラゲってね。あと見た目もちょっと黒いから見栄えが良くなる。はい、サンラータンっぽさが出てくるんだよね。はい、でこれちょっと端に寄せていただいて、豚肉、本当はね同じ、ところで切っちゃいけないっていう風に、親父と言われるんですけど、大丈夫、これ全部煮ちゃうから。こうやって横に千切りしていくと、はい、で、材料は決まりました。で、今回はあえて生姜入れない。味付け自体がシンプルなレシピになってるんで、生姜を入れるのは結構ね、その風味邪魔しちゃうんで。ではですね、鍋を用意していきます。まずお水 600cc 入れますね。まあ大体ね、2-3 人前できます、これで。はい、で、沸かします。はい、ここに調味料を入れていきます。これはつゆ、私入れるとうまくね、この香りがね、まとめてくれるんですよ。
少しだけお渡し入れてください。深みが増しますんで。ソンシャンタン、鶏ガラスープでも悪くはないんですけども、ちょっとね、深みを持た、あのスープに深みを持たせたかったらシャンタンの方がいいかな。はい、これスープ勝負なんでね。はい、小さじ2杯で豚バラ、ね、豚からもいいスープが出ますんで最初に入れます。まあね、本来はね、このね、ガラのスープとか使ったりするんですが、今回はあの豚のうまみと、このシャンタンのうまみを、使います。ご家庭ではね、なかなかガラスープをね用意することできないんで、今回簡易的にいきましょう。で、ここでアクね、ちょっと出てくるんでアク取りましょう。アク取んないでいいってよく言うんですけど、あのこういう澄んだスープの時は取るんですよ。なんでかっていうと、あの味のね邪魔になっちゃう。丁寧なスープの時はね取ります。はい、一概に全部取るのがいいとかじゃなくて、料理によって変えていく、まあこれが基本ですよね。はい、そして具材を入れていきます。このお野菜ですね、すべて入れていきます。はい、お豆腐全部、はい、一つ一つの具材はすごくちっちゃいんですけど、これだけ入れるとものすごいねボリューミーな感じになるんですよね。そしてここに調味料入れていきます。お醤油、サンダーだね、お醤油効きます。小さじ5、あと胡椒、粉の胡椒です。はい、サンラータンの場合は粗挽き使っちゃうと粗挽きが立ちすぎてるので、粉の胡椒1、2、3、4、5、6、6割ぐらいかな。結構ね入ります、胡椒大事です。これで塩だけちょっと、ほんの一つまみパラッと。これで、具材が少し柔らかくなるまで煮ましょう。柔らかくなるって言っても基本的に柔らかくしなきゃいけないのは人参ぐらいなんで、人参が細切りになってるので、これはそんなに、ガンガン炊かなくても大丈夫です。弱火でグズグズっとやってください。そのうちに水溶き片栗粉を用意します。分量が多いので片栗粉は小さじ2杯入れます。お酒でね、溶くと、お酒の香りが、入りますんでね。せっかくね、いいスープこれ取れてますんで、水を入れると薄まってしまいますんで、お酒で、旨味も補強していきます。だいたい5分ぐらい煮たら、人参も柔らかくなってください。ここで、片栗粉を入れる前は、ちょっと弱火にしておくね。じゃないとグツ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 煮立ってると片栗粉が入れた瞬間に固まっちゃって、とろみがねうまくつかないからですね。はい、でここで、とろみね、回し入れます。はい、入れたら混ぜる。はい、入れたらよーく混ぜます。酒溶き片栗粉が全体に回ります。で、加熱されることによってとろみがつくって感じですね。はい、どんどんとろみがついていきます。はい、あーいいですね、美味しそうです。沸かしてあげると、このとろみが定着してます。定着しましたら、最後仕上げです。1、2、3、4、5振りの味の素。そして火止めてくださいね。火がついたままお酢を入れてしまうとか、あの酸味が飛んでしまいます。大体大さじ1、酸っぱいの好きな方は大さじ1半ぐらい入れてもいいです。はい、混ぜてください。で、大事なのは味見です。味見してください。酸味が自分に本当に、この酸味で合っているのかどうか。はい、僕はね、そんなに酸っぱいのが好きじゃないんでこれぐらいなんですけども、完璧ということで、スープはできましたので、こちらを、よそっていきましょう。僕ね、サンラータンすけど結構いろんなところで飲みますけど、これが一番うまいです。まあ、ラー油、まあサンラータンですから辛いもんなんで、ここで初めて辛みを入れるんですね。はい、こんな感じでございます。はい、こちらで至高のサンラータン。それではいきましょう、ね、食べていきましょう。いただきます。あ、うまっ。なんだこれ。これはね、やばいわ。めちゃくちゃうまい。味の奥行きが半端ない。酢を最後に加えることによって酢の酸味が飛ばずにすっごく酸味生きてますね。
この程よいとろみもいいですね。一口一口に具材がすごく入ってるんで、ちょっとご飯入れて雑炊とかにしてもいいよ。うん、もちろんね、茹でた麺にかけてもいいし。うまい、最高のサンラータン。ちょっとスタッフにも食べていただきましょう。いいよスタッフ、やばい。はい、頑張る。いただきます。めっちゃうまいね。めっちゃうまいよ。これ酸味はね、酸味はある、あるけど、卵とかでさ、こうまろやかにするみたいな、うん、あるけど、それなくても全然いい、うん、溶き卵入れるレシピとかすごいあるんだけど、うん、今回あえて入れてなくて、うん、シンプルに具材のコントラストを楽しむっていう、うん、この至高のサラダと、この至高のレシピ2、人生の攻略本ですか皆さん。その日食べるものに絶対困らないレシピ本なんで、1と合わせて皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします。